はいさい、今回は那覇市にある首里かな、レンガ岳公園に来ています。こちらの公園どのくらいぶりかな、まあ、1年は経つんだろうな。まあね、そういった久々の公園やってきたんですが、今日の沖縄はね、ご覧の通り太陽も出ててね、まだ午前9時ちょいぐらいなんですが、もうすでに暑くてね、どこかでセミの鳴いてる鳴き声が聞こえるんですが、5月ゴールデンウィークでもね、もうね、沖縄セミが鳴いちゃってますね。あそこの木折れてるね。台風、去年の台風の影響かな。首里のね、街中にね、ポツンとね、この辺一帯だけ森があるんですよ。そういった場所がこちらのね、レンガ岳公園でね、レンガ岳公園にはね、神社と会所、畑みたいなのがあるんですよね。鉄砲ユリが咲いてますね。あちらにはハイビスカス、マップで見るとね、沖縄神社って書かれてて、おそらくここもともと鳥居があったんじゃないかななんてね、思ってるんですが、ね、はい、お邪魔します。正面に見えてきてるんですが、その前こちらになんかいろいろあるね。よいしょ、ね、ここもおそらく廃所なんでね、します。よいしょ。道路があって、おそらくね、奥の岩の四角に囲まれた場所がもともとね、廃所なのかななんて思ってます。セミが鳴いてるね。でもね、確かにね、この時期岩草。なんとか草ゼミ、ちっちゃいね、セミがね、いると思うんですがね。こちらも廃所ですね。飛ばします。小さなセミがね、鳴いてるけど、このセミの鳴き声は、あの草ゼミのちっちゃいやつとなんか違う気がするな。草ゼミなんでね、こういった下の草によくついてたりするんですが、ただちっこいから探しづらいんですよね。はい、こちら沖縄神社ってね、書かれてる正式名称何なんでしょうね。その前にね、この辺にもね、可愛らしいお花が咲いてますね。そして昨日石が祀られてますね。ま
やっぱ人がやっぱ集まってくるな。普段あんまり人が訪れないのかな。僕が立ち止まるとね、めっちゃ影寄ってきますね、やっぱり。すぐ顔に引っかかるし、あ、そう、確かね、ベンガだけガーみたいなね、湧き水の場所があったりしたと思うんですよね。道の反対側だっけ。あ、見えてる見えてる、あちらですね、ベンガだったかな。ちょっと名前は、ね、下の方にテロップ入れてきます。廃墟となっているんで、もともとはね、この首里のこの辺に住んでいた住民のね、生活用水としてね、使われてた場所でね、沖縄ではこういったガーとかカーとかね、言われる場所、ね、昔大切に使われてた水源なんで、あ、オタマジャクシがあっちに群がってるな、画面中央あたりに。動かないね。そしてこの辺にもたくさんいるけれど、この黒く見えてるのは全部オタマジャクシですよね。オタマジャクシがいるということは、ね、親になったカエルもいると思うんで、カエルがいるということはまたハブとかも集まるから、ね、あ、そうでね、今ちょっと映ったんで、せっかくなんで、確かね、この画面に映っている、ね、コンクリートの小屋のような、ね、塊はね、カモチカだっけ、まあね、戦時中に何か使われたとかっていう話を聞いた覚えがありますよね。ちょっと詳しい方がいたら、ね、コメントしてもらえると大変ありがたいんですが、もう山少し埋まってはいるんですが、秘密基地なのかちょっと分かんないけど、そういった確か使われ方をしていたんじゃないかなと思います。この辺、まあね、こちら森も多いんですが、ちょっとした高台なんで、ね、高いところに行くと、いや、そのいい場所に基地とか作るんで、そんな感じで作られてたのかもしれないね。でもちょっと行くと、この左手にね、うたぎですね。首里城の東北約1キロにあたり、海抜は165メートル、沖縄本島中南部で最も高い峰の一つ。あ、やっぱ高い台があるんですね。で、そのためかつては航海の目標となりました。あ、ここに向かおうみたいな感じか。一般に瓶の滝、レンガ岳がね、瓶の滝と呼ばれるみたいでね、峰全体こちらら辺が全部がご神体とされ、1945年の沖縄戦でこの地において、激戦が展開されるまでは琉球松の、松とかね、大木が茂っていたみたいですね。はい、それがこちらのレンガ岳。門があったりするんですが、確かね、横なんかぬかるんでるな、ね、水が溜まってて門になってるんですが、右手の方から確かね、回り込めたと思うんですが、ずるって、これちょっと足元見てないとずるっちゃいますね。こういうね、雨降り跡はね、ちょっとね、ハブとかがいそうでね、まだ9時なんで嫌ですね。そう、最近のね、僕の動画毎回見てくれてる人ならわかると思うんですがね、僕ハブに遭遇しちゃったんでね、昼間だけど、それがあってかね、ちょっと昔よりもね、さらにビビりになっちゃってるんですよ。そっから、止まるとかだし、
よいしょ、かゆいかゆいかゆい、やばいね。はい、こちらにね、うわ漢字がいっぱいあってね、ちゃんとした読み方わからないのですが、こちらもね、読み方わかる人がいたらコメント欄にコメントしてもらえるとね、大変ありがたいです。天竺の路地、そしてね、この辺なんか甘い匂いがするけど、何の花が咲いてるんだろうな。よくね、夜咲く香りの夜行草とかってね言われている花なのかな。かゆいかゆいかゆい、やばい、止まると顔がマジで寄ってくる。こちらの廃車みたいですね。はい、お邪魔します。よいしょ、やばい、かゆいな。ここなんかぬかるみがあってね、ハーブとかなければいいけどね。よいしょ、こちらがね、頂上ですよ。廃車になってて、うさちってね、書かれてますね、こちらは。なので、その両方をちょっとここに座って。お邪魔します。そしてね、これね、木が生えてなかったらね、首里、取り掘りかな、この辺。まあ、一望できたかもしれないんですが、ちょっとね、草が生い茂ってて、ね、あんまり見えないと思うんですが ね、西原ら辺とかね、反対側の那覇とかも見えるはずなんですが、残念だね。はい、まあ、こんな感じで、ね、首里、まあ、首里城とそこそこ離れてる場所でもないんで、そういったね、廃所とかが、おお、ぬるっつ、やば、こう滑っちゃうよ。こういう日はぬるっと滑りそうになるから、本当に危ないね、気をつけないと。まだね、撮影今日あっちこっち行こうかなと思ってるのに、一箇所目でずるって怪我したりね、洋服汚してもちょっとお家に帰らないといけなくなったりするのも嫌なんで、ちょっともうこれ以上は。これ塗るってほんと滑りそう、ぶっちゃいだ、これ道が意外とね、斜面なんですよ、傾斜なんで、お滑りそう滑りそう、なんで気をつけておらないとね。こういう日は山みたいなところに入るべきじゃないですね。よいしょ、というかね、ゴールデンウィークまでね、ちょっとね、撮影行きたくないなーなんて思ったりもしたんですが、動画のね、ストックがね、もうないんで、ぼちぼち沖縄も、ていうか今年梅雨、なんか5月の週間予報を見てもあんまり雨降らないですよね。まあ沖縄はね、快晴率が一番低い県なんで、晴れっていうのはそもそもあんまり少ないんですが、ね、今年の5月今のところは、ブイスが鳴いてるね、今のところは5月雨が少ないんですよ、曇り晴れ、晴れ時々曇りとかね、そんな感じの。だから去年みたいにね、雨が少なかったらいいななんても思うんですが、今年まだ3月2月とかが雨が少なかったのかな。ダムの貯水率がね、一時 40% ぐらいまでなってたんですが、
そこからまあちょこちょこ雨が降るようになって今 50% ちょいあると思うんですが、それでもね 50% ぐらいしかないんで、ね、ここらで一気にダムがある方でね雨が降ってほしいななんて思うけれど、でも撮影してる僕にこんなね濡れてる場所はきついですよね。はい、というわけで今回は、那覇市首里にある、ベンガ岳公園からね、こっちなんだっけ、ベンガ岳、ベンガ岳かそのままかね、歌木とかね神社ね撮影してね、ベンガ岳の廃所巡りって言えばいいのかな。はい、こんな感じでね首里からお届けしました。ちょっとグダグダになっちゃったね最後。というわけで今回は、レンガ岳公園から沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。